皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介、2023年、8月の30日21時11分、水曜日、ちょっと窓を閉めますね。踏切の音がちょっとうるさいので、ちょっとね、最近コンピューターの動き方も今ちゃんと私の方を向けてカメラね、反転のボタンを押してるんですけども、向かなかった。で、私が何って言ったら、それが、しっかりとこちらの方を向いたかって言ったら、防災の方が上だよって。裁判所でも、国際的にも。これが一番ですよっていうこと。で、台風の、進む進路とかも、コンピューターによって情報がバラバラで、コンピューターの方も真面目に動こうとしても、人間の喋ってる音声とか政府からの発表で情報バラバラになってしまってるので、まず何が原因かしっかりと物事を解決しましょう。今の台風の進路図だと、中国の方へ向かっている台風、中国ばっかり見てるからそう見えるんです。台湾、両方とも、避けてるでしょう。どうなってます現場の状況。まずそこをしっかりと放送しましょう。で、我が天下とか、我が天下戦国服でね、変な名前のプレイヤーとか、どんな会話を交わしていたとか、ちょっとコンピューター途中でいつも遮断されたりしたこともあったんですよ。さっきのね、反転の話と同じ。とにかくね、ルール、法律で、とにかく何があったかを裁判所に提出するのは、これが、あと世間にも公開、もうみんなの、状況に、変わってきてるから、本当に防災レベルに関しては。で、世界中の首脳の方たちが防災できるならしてほしいっていう話になってるんです。っていうことは、その原因を突き止めなきゃならないですよね。で、私の方としては、初めの方から台風になりそうなところから放送してほしいっていうことを言ってるんですよ。急にここまでの勢力と、あんな話はちょっと受け入れられないから、急な対処。本当に。で、我が天下とか戦国武武のプレイヤーがね、どんなことを言ってるかっていうところ、ちょっと記憶してるので、もともとおかしいんですよ。その、京裁判官っていう狂った裁判官みたいな文字の名称のプレイヤー名の人を戦国武武で見かけたんですよ。そもそもその人、人間なのの話なんですよ。コンピューターが自動で、動いていたのか、その人たちのコメントもどうなのかっていうところを、しっかりと調べなきゃならない。で、ちょっとね、どの辺のところかな。これ言い始めたらね、ちょっとね、いろんなプレイヤーの会話とかね、ちょっと一応撮影しますね。これ、ある意味少し重複する文章になるかもしれないんですけども、重複するかもしれませんよ。ちょっと待ってください。今、片手で椅子持って移動中なので。最初から、この、昇竜なんとかっていう人もコメント変なのかな。この上田城おわっていう人も、あとこのヒロっていう人も、僕のことからかうようなことを言うんですよね。それだったら日本人でしょ？この、鬼切るっていう人もたまに、注意したら態度急に変わったりとかするんですけども、この人ね、このプレイヤー、脳書きはどうとか、この人このゲームを作ったとか、脳書きこいでた人だって、これ、侮辱行為でしょ？で、真実かどうかをこの人がまず確かめなきゃなんないのに、統一回数431回だから、相当プレイしてる大納言も一番上の感触なのに、現実全然分かってない。僕は、コメント一時停止とかで、裁判所では真実が全てで、ちゃんと法律通りのことをしっかり言ってるんですよ。で、この人ね、このコメントを知るっていうことは、ある程度僕のことを知ってるっていうことでしょう。で、このヒロっていう人、僕は本名を名乗ってもらわなかったら無理だって言ってるんですよ。無理っていうのはね、ヒロっていう名前短すぎるかわからないでしょう。無理ですよ、本当に。淡井っていう、名前のプレイヤー見ましたよ。英語の方。本当。で、この人、
法律出すのいいよっていう、この言い方で、もし人間だったら明らかにふざけてるでしょ。で、どこまで知ってますこの人、台風の件。で、変な名前言ってるでしょ。こんなことしてもお見通しだから、身分証明書はっていう、僕はホームページに自分の、免許証貼り付けてるから。ね。この人、絵文字だけでもう言葉喋らなくなってるでしょ。もう、自分が客観的に見られた時にどう思われるかっていうこと、全く考えれなくなってるんですよ。で、この人も。ね、もう、言ってること片言葉すぎて、僕ははっきり言ってるでしょ。この人、運転免許証女の子なのに青免許とか、なんか、全然返答になってないっていうこと、この人自体が自分で自分のこと理解できないんですよ。楠木正成公の嫁さんとか、この人明らかに侮辱行為でしょ。もうこの人たちなんか俺のことを覚えているのかとか言ってるか分かってることだから、この人が本当は日本人かどうか分からない。本当に調べないと。で、本物はねっていう言葉でいつもごまかす、この人本当に。で、この後、もともと国家所属で、この波のマークのところ、もともとこの波のマークの御家の人に誘われて入って、その御家の人がね、本当のことを言い始めたら、このマーク取ってもらえますかって言って、御家から追い出されてるんですよ。本当本当。で、誰かは悲しがってるけども、それだけでその犯人が、どういう人たちなのか、人間性がわかるから、わかる。御家の方でどんな会話交わしてるとか、調べれるから、国の方で。甘く見すぎ。ね、ちゃんと僕真面目な言葉で伝えてる。状況。世界の状況。ね、この人いつも他人事。で、ここのアイコン、コロコロコロ変えるか、男とか女に。もう、これでわかるから、ある程度。あと、この人も、なんか、からかっているようなこと言ってくる。もう国家が、御家が魔王って、もう、こんな名前つけてるとか入ったら、絶対人格疑われる。これが本当。もうみんなこの人とかに気をつけた方がいい。この、ね、ネムっていうプレイヤーの先の戦績とか見たでしょ？電波君まだいたのかって上から目線で物言うでしょ？どうせこいつの方が下。これはオアっていう人。参加曲数3298回でしょ？もう多分ゲームばっかりしてるんだと思う。あと、この花っていう人もからかってくる。で、628回統一してるっていうことは、参加曲数が1924。ルール、法律、もういちいちこっち側に移してきても無理や。君たちの言ってることは、法律に当てはまってないか、防犯カメラと同じや。裁判所では真実は全て、他の場所でも同じや。裁判所にも提出して消えていったプレイヤー見たらわかるやろ。で、この人も昔からいる。で、この名前、金髪豚野郎っていう名前の人は、我が天下でも見かけた。ただ、同じ人かどうかは、本当にこれ調べなきゃわからない。で、弁天姫っていう人も、たまに、僕が会話したら出てくる人、いつも大体同じなんですよ。本当本当。人間？そもそも。これちゃんと調べた方がいい。多分この人は人間だと思う。だけども、まあ、参加曲数とかは少ない。けど大納言でしょ。よっぽど重課金者じゃなかったらここまでそんなことならない、ならない。一応ね、相手人間かどうかわからないから本名言いますって言ってる。ソフトバンクも現在提訴中って、これ本当のこと。で、何かどっかで聞いたようなセリフのことを言ってるけども、何の回答にもなってない。で、僕は本当のことを記載してる。チャット GPT とかソフトバンクの孫さん褒めてたから、無理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 。みんなちょっとコンピューターに操られてる可能性がある。みんなよく聞いて、よく聞いて。スピードの急速もコンピューター判断の可能性が高いの。昔から。で、電波で、表示されてる可能性がある。電子機器は全部そう。で、カットボールとか、あれ、判定が早すぎる。多分コンピューターの判定でしょう。で、この昇竜女とか、まあこういう映像、まあ似たような名前を使ってきてるのか、途中で名前変えようと思ったら変えれるから、もともと偽名名乗ってる人たちの個人情報保護なんかない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 、そんな法律ない。で、この人は、まあ623かだから、
参加曲数。で、統一67だから、まだそんなに長年のプレイヤーじゃないと思います。だと思いますでしか言えないです。毎日毎日ゲームしてない人だったら状況違うでしょうから。まあ、まあ、この人は別の動画で撮影しました。まあ、パワハラっていう名前の人。した方かされた方かっていうことを、まあ、検査して。まあ、この人は友人チャットで後から、この人も以前もそうだと思うんですよ。途中でスパイっていう名前に変えてるんですよね。で、同じことをずっと言ってくる。で、メガネのおっさん出てきたっていうのは、これどこからどこまで何が分かっていてなのかなんですよ。一応ね、神戸市中央区の、生田警察署。生田警察署のその警部補以上の人でもメガネかけた人いるでしょ。この間対応してもらった人。淡井圭介のことだったら生田警察署。いろんな人間が、ハーレマ整骨院に集まって、ほらほら、この人が、マークを外していただけると幸いですっていうことを言ってるんですよ。で、ちょっと晴山整骨院に人集まるの本当にやめささなあかん、本当に。以前もそう、一回2003年に解体してるから、そこの建物。本当に危険。一応まあ、この人は丁寧な対応してくるから分かりましたって。私の場合は他社と状況は全く違います。利用規約で収まる内容ではありません。基本的にどのような事情があったかです。裁判所とはそういったところです。ね、利用規約なんか本当は作る会社が間違えてる。法律遵守、お互いにしましょうって書いといたい。国を作った法律の方が上。それで大体失敗するから。利用規約見て、本当に。で、この上田城オアっていう人、要するにみんなに苦痛を与えること分かるって、君が分かってない。全く。何歳？淡井圭介より年上で言ってる？許さんよ。社会に出て淡井圭介より年上で、こんなむちゃくちゃなこと言ってるんだったら。もう、言い方がいい加減。淡井圭介のホームページ全然読んでないから、この人。返答の仕方見たら分かる。途中までの人。どういう構造でとか、こういう文字使ったらいいとか、そういうことじゃないから。ほんとほんと。な、裁判全くしてない人間だからみんな分かってない、本当に。で、この人なんかもう若いかもしれん。参加曲数189とかだったら、1年ぐらいプレイ、正直189日でもう簡単にこれぐらいの曲数になるから、君たち自分で自分のこと言ってるように見えるって、調べていないのはどちらか分かるって、あなたって言ってくるんですよ。ね？その状態危険だよって言ってるのに、どうせ年下やろ、こいつ。それか芸能人。芸能人だったら許さんよ。もともと分かってるやろ、テレビ局どういうところか。淡井圭介に喧嘩を打ってきて、テレビ局がいなくなった人間何人いると思ってんの。大企業の娘、知らんよ。おらんようになってるよ。ルール、法律や。エネルギーの残存量問題の方が上。で、この人は一応丁寧な言葉をいつも使ってくるので、ちゃんと警戒してる。多分この人はまとも側の人間だと思う。もう我慢の限界来て、あー、メーカーの人って。まあ、この後の会話もう途中でもう撮影するのやめました。これだけでもう情報ものすごい量になってきてるから。ね。わかったでしょ？山って誰？知らんよ。誰かの嫁。知らんよ。自分たちの知ること分かってる？君たち被告人や。はぁって言ったとこ同じ。男の声でな。電波ではそう聞こえてるけども、会ってみたら女性の可能性もある。あくまでも可能性。男では女の映像を使ってたり、女で男のアイコン使ってる人間多すぎる。それ一回我が天下とかでやめましょうっていうことになった。そっからして嘘つきの始まりになるから。どうせ大したことないんやろ？淡井圭介みたいになんかすごい記録持ってる？関西ナンバーワンの売り上げのレストランで働いて1日の売り上げ更新したりだとか、1ヶ月の月間の飲食店の売り上げ、ギネス記録とか、あるの何か。
昔から皇族の人たちとお会いしてるとか、各大臣がの方から淡井圭介が勤務地変わっても会いに来てるとか、分かってる、エネルギーの残存量問題とか、淡井圭介は昔から25年ぐらい前から河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電とかまど発電とマグマ発電といろいろ考えたけど何にも進んでないっていう状況分かってる。僕は物なんじゃないの。君たちみたいに足引っ張ってくる人がたくさんいるの。いらんの、正直言って君たちのような人。もうこちらも喧嘩売ってくるんだったらこういうふうな態度になる。お前ら自分の本名を公開しないから調子乗るんだろう。どこに住んでるのか公開しろよっていう話になる。それが新聞わかる。こちらで一覧表作るから、それしなかったらいつまでたっても自分のことが大したことないって分かってないんだろう。山州は株式会社で働いた人間とかだったら、山口って名乗ってた人間ね、多分僕に喧嘩を売らないと思う。本当のこと全部話されたら自分の方が危ないから。もう見てるから。山口隆だったら読売テレビの中継車なんか載ってるところ、テレビ局が嘘ばっかり言ってるの知ってるので、そんなことは世界中の政府も知ってるのね。テレビ局再放送ばっかりになったでしょ。君たちにお金持たせたってよくろくなことならないから。中継車の中でスマートフォンいじりながら笑ってただろ、関西テレビの前通った時に。淡井圭介がその時関西テレビの前にいたよ。知らんよ、どこの山か知らんよ、山口組知らんよ、潰すよ。当たり前やん、エロ売ってるようなやつら淡井圭介より下に決まってるやろ。昔からや、売春防止法が出来上がったのは1956年や。それまで政府上層部もクズばっかりや。尾張さんっていう人は淡井圭介のことをある程度調べてるから、ちゃんと公式発表してる、自分のホームページで。それをしないからみんな後でやばくなるんだ。危険の意味、危険の木、やばいって本当は読む。昔からパチンコ屋もエロ業界も潰してるから。淡井圭介は途中でごちゃ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 したこと言ってきて、淡井圭介を精神病院に入れてた警察官とか疑われる。もともと警察官とかもエロ業界認めていた。裁判官自体がな、1956年まで、売春防止法が出来上がるまで、神風特攻隊させられとったやろ、二十歳ぐらいの人間が。二十歳前後の。で、その戦争終わった後、こういう映像、こっち見とうから。俺が代わりに抱いたるわとか言うとった生き残りの連中。政府上層部の人間か、大企業の上層部の人間か、どちらかわからん。どうせ金持ってた人間なんだろうっていうところ、全然違うかもしれへんよ。じいさんもう50歳以上のやつ、もう死んでるよそいつ。昔からこの話何回かしと、もうそいつどこの誰か分かんのって。いい、淡井圭介がその辺歩いてたらパトカー通るよ普通に。警護されてんの、なめてる、この世の中の状況。2016年ホームページに記載したやろ、エロ業界の口座全部押さえようよ。税収なんか50何兆しかないよ。1年間の歳出100何十兆、100兆円超え。ちょっと前まで100兆円超えてなかったんだけども、超えていったの。2016年のデータ見てみ、借金ずっとそれまでの年上がっていったのに急に下がってるから、もしかしたら他国のエロ業界と組んでた企業の口座も差し押さえたかもしれない。世界中に声かけるから。僕は言ったの、プーチン大統領と、プーチンさんと習近平国家主席、ごめんなさい申し訳ないですけど3期目お願いできますかって。淡井圭介のことしっかり分かっている人じゃないとこれちょっと無理ありますよっていうことで。アメリカもオバマ大統領も淡井圭介のこと知ってるよ。共和党もどっかの党で分裂してね、国際司法裁判所を動かしてきて淡井圭介でも捕まえようとしたのって。逆にこちらがもう相手アメリカは調査するよっていう話になりますから。トランプさんも淡井圭介側だったけども、字幕を見る限りでは性的な内容云々のことが出てある。どちらが本当かわからない、喋ってる言葉の方が。言葉の切り取りとか映像でつなぎ合わせたらどうとでもなるから、本当に証言によって変わってくるの。本当に誰か一人でも嘘つき始めたら全部めちゃくちゃになるから。今悠仁さまの声でふーんとコンピューターが言ってきてる。でこいつらがどこの誰か知らん、分かってる、あげるって言ってんの。
アップロードもするし裁判所に出すから。根性入れ直せよ、お前ら。な、一対一で淡いケースけど裁判所に物言えんの。そこで嘘ついたら即逮捕か10万円の過料よ。罰金刑や。弁護士なし淡いケース30歳か裁判勝ってるって言ってるやろ。その辺の公務員の主査、高等裁判所に呼び出してるよ。なかなか始まらんよ、高等裁判所なんか。いきなり受け付けないよ、地裁からや。大体の人間地裁で却下されるから。それが実力すぎや。で、その主査が上辿って、4人か5人ぐらい、もう、被告人席がもう溢れ返るよ。で、高等裁判所の裁判官に、淡井さんと同じぐらい頑張るでいいですかって私に聞かれたの。裁判官の、裁判長の人に。わかる？合議制。法律でそうなってるの。それでいいですよって言ったの。僕と同じ睡眠時間とか。根性あんの？知識的にも。調べた？自分で。自分で新聞読みに行ったりした？自分で嘘のニュース見分けた？全部自分でしなきゃなんないよ。こっち10年ほど全国紙の新聞、朝刊も夕刊も、ね、全国紙5紙。わかる？朝日、産経、毎日、読売、日経。で、どこに問題があるかわかってるの。だからテレビ局のアナウンサーでもこちら下ろしようから。あんまりにも仕事覚えんかったら。会社の役員？知らんよ。二十歳ぐらいから豊田章男さんに言ってるよ。ラリーカーなんかしてて何してるんですかって。日本人出たらあかんよって。他国で人引いてる。業務上過失致死や。わかってる？人殺したら逮捕や。それがわかるやろ。なーにアホなことして、ラリーで、原油無駄遣いしてんのって。そんなことで車買ってくれ。は？言えんの？君たち、豊田章男さんに。トヨタの傘下？知らんよ、そんなこと。一人一人真面目かどうかや。真面目に働いている人は評価するよ。淡井圭介の遺跡の文章ちゃんと読んだ。20番台だけで覚えて、それ経済関係。勘違いしてる人はたくさん存在するから。それを覚えて、3分の1人前や。六法全書読んだ？読み通した？こちら現行法規とその先の、ね、六法全書よりもたくさん収まってる現行法規と現代日本法規を一つにまとめとんや。安倍政権の頃に。安倍さんも、麻生太郎さんも、野田さんも、もう全員総理や、元総理とかや。淡井圭介と会ってんの、畑山幸雄さんとかも。それから総理になってんの。上と下のパイプがなかった中間で調子乗ってる奴が潰さんかった。この国どうしようもないの。真面目な人間だけが国会集まっても。で、その中にどうせ投票だから、L 業界からの投票で国会議員になってくる奴が出てくるから。ガーシー見たらわかるやろ？スポーツ側でも同じや。国のお金大量に使ったら同じや。捕まんねや。横領事件や。知ってるやろ、それぐらい。個人のお金使ってもそうや。根性入れ直せ。文章読め、ちゃんと。動画もちゃんと読め。見ろ。できん？君のが下や。わかったな。努力の差や。努力と怒るは、ちょっと違うやろ、文字が。心がつくかどうかや。正直、叱る人間いなくなったら、この世の中、めちゃくちゃや。警察官の言葉頼った。知らんよ。巡査巡査部長。捕まるよ。もともと実力者じゃないの。書類送検できるの。人は、警部補以上。巡査巡査部長じゃできないの。書類書けないの。法律でそうなってんの。検察庁は起訴するの。読んだらわかるから。自分でメモして。全部片っ端から。頑張れよ。1年あったらなんとかなるわ。都政6本を見てないと無理やで。買ってるか、こちらは。平成21年度の判例6法と、平成20年度の6法全書と、都政6法は平成19年、それから令和2年の都政6法と、平成31年の6法全書と、他内からそれだけだった現行法規とか現代日本法規見ないと。流刑があるから。
刑事事件の島流しや。死とこちらも。遊びでしたんちゃうから。お前らできんの一人で。書類書いて。いろんな奴が喧嘩打ってくるよ。できんのそれでも。自分の名前と住所電話番号ぐらい言えよ。根性ないことぐらい回るばかりやろ。こっちなんか免許証貼り付けとんねんぞ、ホームページに。できんのそれ。本当は警察官も全員貼り付けたらええねん。覚えられへんから一般人、どうせそんなすごい数。それでも警察官の人移動するから、警察官が警察官疑うから。現行法規と現代日本法規で警察官は警察手帳を見せなきゃならないっていう話になってるのに、いきなり法律違反してどうするの本当に。しかもフルネームじゃないから警察手帳、もうそれだけ行方不明になるから探されん。警察官も同じ場所で何でも働けない、本当にバレるから、自分たちが法律違反してしまったこと。もうした後や。全員過去を持たなあかん。自分の顔ぐらい自分に直せます。淡井圭介本人はね。ホームページに書いてるその方法とか。それだけで綺麗な顔になってるやつは偉い。違うよ。顔だけで。金稼ぎしてたんだよ。テレビ出てる連中よ。実力からっ岸や。からの岸や。昔ハーバーランドの飲食店の前にどこも誰が持ってきたのか知らんけども、西洋の鎧置いてたのよ。最初顔だけでテレビ出ようとしたやつ中入れんって。そういう話になったから、そのままそこ動かんといて。俺もスポーツの相手ばっかり無理やから。最初に入れられたのが、誰かは言ってなかったと思うんだけども、中川翔子。え、子供入れたんって。その当時、中川翔子って、学生、子供、中学生か高校生でしょ。それとも年齢偽ってる？だいぶ。わかんない。それ、阪神・淡路大震災があった頃の、阪神・淡路大震災は1995年。で、そういう放送があったのは1998年。これぐらいせんとあの人も笑わへんからとか、なんかそんな音声が混入してるんですけども、その頃からコンピューターにみんな操られてる方かもしれない。テレビから聞こえてくる音声。それコンピューターの音声マジ。これが本当。だからどのプレイヤーが人間かどうかわからん。で、それが別行さんの会社の意思だったのかどうか、スーパーコンピューターが身勝手に介入してきて、プレイヤーになりすまして、それ、あるある、もう見たから、本当に我が展開。ちょっと本当の、その、上田賞、終わったとか、その、変な名前つけてる人間、もう絶対自分がまともじゃなくなってって自覚持てよ。何歳か知らんよ。自分の名前と住所と電話番号と今まで働いてきた勤務履歴出せ、本当に。どうせ根性ないこと分かるから。公務員、大したことないよ。言ったやろ、裁判所に言われてるって。下から上まで、所作から上の方まで。来なかったら来なかったで、裁判自動で進むから。原告の言ったままで進むから。ちゃんと書いてるから。法律で。自分で読めって、本当に。出てきたら出てきたで。あなたたち誰なんですかって言われる。バレるって。これが全部本当の話や。朝廷なんかいらんって、中途半端なだけや。まあ裁判官が和解を言ってきたら内容によります。まあ裁判官が決定するものなので、裁判官はまともなこと言ってますよ。怒っていいかどうか裁判官認めてくれてます、法廷でね。当たり前でしょ。正当防衛できなくなったらどうすんの。エロ業界のやつらの声よく聞いてみろよ。日本語、中国語、韓国語、喋ってない映像いっぱいあるぞ。どこの国の映像かわからんぞ、本当に。エロ業界、エロ業界、繋がってるから。全部潰しかけだるよ。中国政府、本音。淡井くんありがとう、助かるわ。って、またもあの人たち。
俺らもその西部に混ざり込んでる厄介な連中、そいつらに潰されたら怖いからなかなか言われんって、それ正直あるってこれが本音。韓国とか北朝鮮も同じ。僕らの提案でトランプ大統領に動いてもらって、ムンジェイン大統領とキム・ジョンウンさんで首脳会談を行ってもらってるの。ね、日本が西側諸国だと思い込んで、ね、ロシアとかと対立してるって思われたら怖いからこっちはもう。困るから。世界中の首脳の人たち、もう一回淡井健介側でって話通ってるから。みんな上行ったら終わりや。売春防止法が出来上がったのが世界中どこの国も遅すぎる。もう淡井健介よりも年齢上の方、大体勘違いしてるのと、あの、インターネットでエロ業界に関しての文句言った時にごちゃごちゃ言ってくるやつ、大体お前ら身に覚えあるんやろ？銀行からして本当はそうやから。この辺のところでもう調べついとんねん。三井住友合併させたの誰？淡井健介や。わかってんの？それ20年くらい前にしてるから。旧三大財閥の名前言ってみ？淡井健介代わりに言ったるわ。三菱、三井、住友、三井と住友、合併させるだけの力はあんの？悪いことしてるところを見つけて、問いたださんかったら、無理やで。それ国会議員の人たちにパイプ持って人脈持っていて、話あげんかったら、できないでしょ。どうします？彼インターポール動かすって言ってますよって。法律で R の他の国が国際司法裁判所で訴えたらどうするの？なぜエロ業界潰さないのって。動かんかったら、僕は生まれる前から総理が捕まってる、田中角栄さん。これは本当の話や。知らんよ。どこの誰やねん、淡井圭介。楠木正成公や言うてるやろ。ホームページで書いてるよ。名乗ってるよ。こういう言い方じゃないと調子乗るんやろ。敬語使ってたら。わかるよ。裁判所に呼び出されてるから、泣き入ってる奴らいっぱいいるから、存在するっていうこと。もういっぱいいろんなプレイヤー名、もう裁判所に、だいぶ前に、もう何年も前に上げてるから。いなくなってるやろ、いろんなプレイヤー。当たり前や。防災込みや。なんか我が天下で、中国の麻雀か何かの銃つけた、韓国語を話す奴ら、バレるから。世界中の政府上層部知らない者はいない淡井圭介に喧嘩売ってきたの、アホなんちゃうか。ここで世界が引いたら、まとも側の人間が総崩れになるから全員動くから、自分の肩書き一回言ってみ、あんのすごい記録とか。スポーツの勝ち負けでこちら何勝させてあげたと思ってんの。阪神淡路大震災の後、ほったらかしや。スポーツ業界なんか。当たり前や、そんなもん。ある程度な。お金にならないところ。商業原理で働かないところ。無理や。そう、本当は経営破綻や。そんな横領のところ一緒に組めるかって。無茶な話持ちかけんなって。もう押し切り萌えとかも結婚進めてあげた方。阪神淡路大震災の被災者で、ね、もともと社会に全然名前の知れ渡ってなかった海老原由里と押し切り萌え、もう僕と同い年ぐらいの人間ぐらいの、上下10歳以内ぐらいの範囲の人しか知らないから、どうせその時は売れたっていう話になってるの。また写真写ってるだけで正社員並みの声を求めてくんの。こっち阪神淡路大震災の被災者で、家屋全壊よ。ね。神戸市の兵庫区、東山町4丁目16の18で生まれて、港川中学校とかで、ね、通って、男全員丸刈りだから。全学年。髪の毛染めるバカが現れないように、海洋基本法違反だって言ってるだろう。覚えろよ。髪の毛染めてるやつ全員淡井圭介で下や。国会議員でも同じや。下ろしてるから。お前らほんと舐めてんのって。国民からのお金、髪の毛染めてそんなに高い給料認められるわけないやろって。認めたらそう崩れや。どんな免許取っても同じや、髪の毛染めたら一番下や。
裁判所の人間でも追い出すから、髪の毛染めといたら。当たり前やん。してるから、本当に。弁護士でも追い出すから。本当の商業家にいますから。国からのお金払わへんよ、そんな態度でって。何年前か言われてんの。僕みたいな人いっぱいいるから、分かった分かったって、そんなにたくさん入っておるのって、こっちでしとこうって。分かるしなかった場合に。差し押さえ合いなんか昔からあるから。口座、土地、建物、車、貴金属類。本当に。スーパーファミコンまで差し押さえたのか。今さら買う人間なんかおらへんって。プレイステーション5ぐらいだったら差し押さえる価値あるんじゃないの。まだなんとか売れるんじゃないですか、ニンテンドースイッチとか。そこの春山整骨院に集まったしまいや。もうそこ2003年1回取り壊ししてるから、最初のペケポンしてるから、判決出てるから、木打ち込んでんの、釘とかで。それでも外すやついたら、もっと塞いどいたら、こんなふざけたやつらって。はあ、体もんで税金でお金払ってくれ。医療業界と組んで介護無理やってって。もうどれぐらい介護期間あるか知ってるから、ありの仲町だけで5箇所以上あるから。じゃあ、言い間違えた。田尾寺駅と岡場駅の一区間の駅のところに5箇所以上。絶対5箇所以上あるから。大体もともと病院とくっついてるから。介護機関。老人ホームが。2箇所以上どころか、有野中町と有野台のふもと、もうあの辺も有野中町でいいと思う。3箇所は絶対あるから。さらに北新星まで行った。新しくできてたから。無理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 。もう税金の流し込み無理だから。本当に。消費税上がりっぱなしだから。わかる？全員淡井圭介側で動かなかったら、もう 3% から 10% まで上がってしまった方、精神病院関係だけで、しっかりと入院させないんでね、罰金刑で終わらせといたら、国庫に返納と被害者に返納、それで終わらせといたら、年間医療機関だけで1000億円以上変わるから、プラスマイナス2000億いくから、年間。もともと医療機関が L 業界と組んでたの。それバレそうになったら精神病院に次々入院させてって。アホばっかり、もう世界に言ってあるから。な、もう声聞こえたやろ？そこから喧嘩打ってくるやつらおるから。撮影してるから、アップロードしてるから。もう顔まで打ってた人間、知らんよ。自分で裁判所言い訳し。本当に出廷してんかったら大変なことになるよ。僕、一回だけ裁判負けたことある。姉に訴えられたの。あんまりバカバカしいから、淡井圭介のことを裁判所で一緒に働きに来てるから、知ってる人たくさん存在するはずなの。だから言ったの。いや、淡井圭介ですよ。一般的な会社の対応しましょうよって。姉が介護から逃げんかったらいいでしょ。で、僕、母親、介護面倒見てるからって。そしたら、出廷しなかった。僕負けたの。法律と思う。その裁判官本当はおかしいわ。一法律だけで物事進めようとしてるから。他の法律抜けすぎてる。他の会社だったら謝罪しに来るから、裁判官の方が。一般の会社に当てはめたら。後でバレる方、裁判官の名前も、裁判官の名前は公表しなきゃならないから、法律でそうなってる。排除してるから、裁判所にちゃんと。裁判員制度で一般人が真面目側の人間が公務員の方人たちが身勝手に国のお金使ってるでしょっていうことを平気で言う人は裁判員で紛れ込まなかったら無理なこの国もともと裁判官公務員や知らんかったのそういうこと民間で強いやつ人間いなかったら無理なのこの国すぐに政府の税金ジャブジャブ使うからバッカみたいに
だから法人税上げましょうって岸田さんにもちゃんと言ってもらってる。岸田さんも淡井圭介と知り合いの方や。消費税は党として上げない方針です当分はってちゃんと言ってくれてる。ちゃんとニュース見なさいよ本当に。淡井圭介は法人税上げろって言ってるんですね。純利益をたくさん出してるところトヨタとかやな。電気自動車とか水素自動車や政府の補助金つけてるでしょ。税金混じりや。売ったら売った分だけ税金持っていかれる。おかしい。電気自動車で話進めてるからって。ちゃんと法人税で回収せなあかん。あんまり無理なことは言わへん。ちゃんと純利益出してるところから。法改正で堂々でもなるから。それ言ったから。法人税ってもう記者さんも言ってるから。テレビで全国放送でニュースで流れてるから。もう流れた後や。豊田章男さんもそんな見苦しいことをせえへんから。ちゃんと払いますってな。公衆恒大っていう中国の大企業。ものすごい大企業。政府にお金払いなさいって言われた。しっかりとお支払いしますってニュース言ってるから。僕、中国の人、助けてますよ。当たり前のこと言って。建築業界の横暴なそのお金の使い方とか、日本も同じだから。世界中、どうせ同じでしょ。第三国の人に言ってもらった方が、助かるでしょ。暴動とか起きないからって。わかります?初めの一歩の、強いって何ですかって。僕は答えてる。YouTube とかで。森川ジョージさんも淡井圭介のこと知ってるか?はじめ日本の作者。もう漫画業界で長年売れた人で淡井圭介のこと知らない作者なんかいないから、ほんと。アニメ業界も同じや。ワンピースも淡井圭介の話に沿って作られてるの。もともとその話でスタートしてるから。連載スタートした時の日付見たらわかるから。もう何話するか忘れた。もう何から説教したらいいのか。スーパーロボット大戦のヤンロ燃えてるやろ。中国語のお説教って、それ笑うところに。すいません、文字難しすぎて読めません。そんなにたくさん字画な、その画数の多い感じ、みんな無理やから、ほんと。ちゃんと中国人の人に本当のこと、本音で話してもらってる。20画以上と30画以上の漢字、本当に皆さん覚えてます？本当は無理でしょ。あれ、あんな難しい字ばかりで文章書いてる人って、あれ一般人の人とか現場で走り回ってる人を困らせるためにああいう漢字作ったでしょって。本当は僕らも政府の人間だけど、本当は僕らもそう思うって。大木さんももともと僕と会ってるから。外務大臣になった人、若い頃に1998年ぐらいに、世界中いろんな政府の人たち。その後政府上層部になってるから。オバマさんも多分そう。黒人初の大統領。僕は世界中のその後出世するというね、道筋をたどろうとする腹くくった人たちの前で、人権に関する作文、中学生の頃に作った作文、読み上げたから。世界中で放送してもらった。ね、黒人初の大統領の演説の時、一番人集まってたでしょ?平等って。白人の人も騙されている人は騙されているから。黒人の人だけじゃないって。日本人の絵、日本の中で、ね、僕見たらわかるでしょ。泣けてきたっていう声はもう何回も聞こえてきてるんですけども、もうこちらも涙こらえていること、いっぱいあるよ。一年間で泣いた日、いっぱいあるよ。家の中で一人や。そこまで君、追い詰められたの。そこまでひどい目にあった?それフルオープンで言える勇気あんの?裁判になったら、泣いてたら、反撃する力なくなるよ。文章を書く気力とかなくなるから、パソコン打ち込む気力。そこ気合で乗り切るしかないの。できんの?一人で何十件分も裁判。このまま進めたら100件超えるよ。昔から言ってるから、僕って一撃ですからって。そしたら、ブルーチ空手家のやつで一撃っていう T シャツ着た人来たから。
さんと敬語使いっぱなし、淡井さん淡井さんの方が上でいいですって上層部の法律の報酬本当に嫌気さすからプライベートの時間一体どこにあんねんってはあ、覚悟できた？名前と住所と電話番号公開される覚悟。淡井さんにこんなくだらないこと言ってたのって飛んでくるよ。この間も神戸市北区藤原台、まあもう1年くらい前かな、分かってない連中は淡井圭介の結婚話の件でごちゃ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 言ってきたから叱ったった。そしたらもう神戸市中央区の三井住友銀行も大きいわものすごい大きなビルやわもうそこか、もしくは本店の東京の方からかもしれんわ。女性の上の方の人がちゃんと僕の目の前で、藤原台の淡井圭介の目の前で叱っとかんかったら自分たちが叱る女性の人、本当に大声で、この人にそんなこと言ってたらお金の流れ全部変えられるからねって叱られましたよって、謝らせなさいよって言ったかな、どうかな、まあとにかくめちゃめちゃ怒ってたその人、いろんなところに出現して銀行関係で働いた人間叱ってくれるか上の方の人間びっくりしてるから、まだ大卒知らんよ、こっちは高卒で社会出たさっきや、こっちが上やな、大卒の人間の方が上だって勘違いしてるやつがいっぱいいるんやろ違うから、淡井圭介がテレビに出て生放送とかで本当のことの話させてくれないんだったら世界ランキングで東京大学10位内ないから、ない、ちょっと戦っていこうか、もう高職ないから、ない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 、世界中はそれ認めてるからふざけた行為したらずっと世界ランキング降りていくから、そうだったらもう大卒の方が偉いっていうの知ってるよ、政府上層部もともと大卒、もっと本当の話知ってるから、もともと総理って高卒出身者がなってるから当たり前でしょ、みんなの税金使って作ったのは大学や、そこまで分かったら大学なんか行かへんよそれでハーバード大学行かせろ東大出席の人間がテレビ出てきて、カジノ誘致、笑顔で髪の毛染めた女が山口真由自分たちの方がテレビで出てきて言ったんだろうって、もう過去はあるんだろうって、 誰かは言わなく、僕は言わなくてもみんな分かってん人が言うから、ほら大卒主席とかで調子乗ったやつ出てきたって、あいつ大変なことになるわ、淡井さんの法律振るから分かってん、あもう一回ちょっと説明しとくわ、刑法な、迷惑防止条例違反とかストーカー行為法違反、ストーカー行為っていうのはつきまとい行為や、で挑発行為は民法も刑法もある、民事でも刑事でもある、あとは刑法で言うと累犯過重って知ってるか、あと併合罪、全部積み重なるの、一時刑事裁判されたらどうなるか、100回も絡みに来たのこの辺歩きに行って、その辺でって、大阪でも絡んじゃったの、神戸市中央区でもこの辺働きに来たの、それでみんなの税金マジで交通費払ってもらってたの、無理や、横領罪もついてくるわ、大変なことになるわ、もうなったやついっぱいおるから、有馬警察署に護送車置いててもらってたことあるから、一気に行くわこっちもって僕が皇居に天皇家の人たち、もうご一同でいいの会わなかった人から名前言うか相談するから、世界首脳の人たちに、世界中の首脳の人たち、ちょっと天皇陛下にまずちゃんと淡井圭介が来てるかどうかの情報を取ってるか確認してもらいます、中途半端なこの人のやつが身勝手に追い返してる可能性がある話がわけわからんことになって、なる人様たちの方からもともと会いに来てるから、
で、旧武田家の武田常也さんも僕と淡井圭介とは友達でいいって言ってくれてるから。分かってる？中途半端な立場の人間。課長、部長、役員、大したことないよ。お金誰で使ってきたの？政府のお金。僕はダメだって言ってきたでしょ。使った後や君たちは。年齢が上、知ったことじゃないよ。下ろすよ。もうした後や何も。迷惑や、後の世代の。これ言っとかんかったら自分が上の方行った時俺に降りれなくなるから。誰か下ろせって言ってるって、僕も降りるわって。退却の仕方してなかったら無理やから、一番上の方で行っぱなし。どうする？ここまで政府にはっきりと本当のことを言える人と本当にそれで政府動いてくれる人いなくなったら社会めちゃくちゃなるよ。2016年本当に借金減ってるからっていうことは裁判で多分国際司法裁判所だと何十兆円分の裁判も多分買った後やそれなかったら絶対無理だって。そんな金額ならも返済だって税もう見たら分かるやろ。支出の方がずっと毎年多かった。いきなり2016年だけガタンって下がってるから、そのね借金減らしてる年あったから、それが淡井圭介の本気度、あと政府のその時頑張った政府の人たちが本物が。それ社会で発表しません？責任込みで。それしておけばもう、無駄に税金使う奴らが印鑑の意求めてきたら、逆にこっちが君降格させるとこじゃないよって、淡井さんに言うかな。名前と住所と電話番、あの人に一覧表で公開してもらうから。どこの国も同じやん。取ったら自分の子孫が滅びますよ、本当に。エネルギーの残存量問題。ねえ、僕にお金も持たせていたら、自主的にとっとと作ってたのに。もう、とっとこハム太郎の話いらないから、本当に。もう終わったから、アニメ。よく知らない僕もないよ。そんなもの、いちいち見てられない、本当に。以上、もうこれ以上話長くなったら困るから。我が天下と戦国風のプレイヤー、分かった？そのことで僕の手が血取ってたらダメだが、取り返すから。神がかり的な力、ああ、池江介の方が上だって分かってるやろ。一対一？できんの？名前と住所、電話番号公開して。大変なことになる。今までしてきたことを全部言ってみって。言わんかったらそっち側が大変なことになるでいいやろっていう。それで上か下か分かるやろって、根性あるかどうか分かるやろって。以上、一般の人たち、長い間ご清聴ありがとうございました。偽名名も載ってる方が偽物、僕はホームページで楠木正成公という名前にしておきますって。我が天下も戦国も名乗ってるから、他のプレイヤーその名前つけれないから。そしたら誰かが横文字あわいて本当に外国文字あわいて言ったどうしよう。本当は四国でちょっとした名前、あわいっていう名前、もともと四国の方の名前だから、父親が四国の人なの、神奈川県。ちゃんともうそれも僕のホームページで見たら分かるから、原稿先投本で。僕の家系いっぱいいろんな人の名前載ってるから、はあ、僕も悩んだ。もう多分明治時代かな、それぐらい昔の淡井家の祖先の人だと思います。まあ何代前のおばあちゃんか分かんないんですけども、名前がひらがなで種。まあ本当に、昔は食物もそう簡単に輸入できなかったし、確かに種は重要だ。まあ名前見ただけで、その当時だったら真面目側だと分かる、農業頑張ってるって、多分そうだと思う。まあこれぐらいしか言えない。
ごめん、自分のおじいさん、本当は人参の人だったかもしれない。日本で、日本人で人参、その辺の人事官はたくさんいるよ。市役所とか行ったら人事部に。だけども、人事院の人事官は3人だけ。国家公務員。谷っていう名前。かもしれない。としか言えない。もうそれ言ったらいろんな人が家庭相談に来るか。無理や。こっち阪神淡路大震災にしたいじゃない、建物全壊してるって言ってるやん。仮設住宅暮らしでボーナスもほぼもらう。シューバー株式会社1回だけ10万円ボーナスもらった。それ以外はボーナスない。それだからこの話した公務員から労働基準局の監督官も本当は捕まる話いっぱいあるから、もう別の YouTube で見てそういう話あるか。もうそれはそれまとめて言っとくわ。労働基準局の監督官が捕まる話で今度載せとくわ。以上。